僕ね、空き家バンクとか夜な夜なネットで見たりするのすごく好きです。畑までついてきますとか。セカンドライフに興味津々。向かったのは長崎県の離島、福岡からわずか40分、五島列島です。うわー、すごい絶景。あー気持ちいい。五島といえばこのコバルトブルーの海、そして欠かせない海の幸。名物は銀色に輝くキビナゴです。こんにちは。あ、こんにちは、どうも石井と申します。門田です。意外にお若い方なんですね。本当ですか。もう50分は超えてますけど。そうですか、はい。門田邦彦さん51歳。今年の春、神奈川県から五島に移住してきました。お住まいは戸建ての賃貸物件。ほんと広い、いっぱいお部屋がある。畳の部屋もあって、あ、でここがリビング、はい、うわ、すごいおしゃれ。あの、一人で住んでるんですけど、広くてですね、本当にほとんどここにいるんですけど、はい。ちょっと待ってください、はい。一人ですか？そうなんですよ、はい。子供がもう大学で学校に行っていて、下宿をしていてですね、はい。で、あの、子供の母親は、あの、彼が中1の時に亡くなってしまっていて、うん、あの、ずっとシングルファーザーだったっていうこともあって、一人なので、はい。50歳を超え、子育ても一段落。実は門田さん、前のお仕事は誰もが知るあの大手ビール会社、あの大ヒット商品の開発に携わっていたんです。30年勤めた会社を辞め、五島にやってきたわけ。門田さんが向かったのは、町の中心地から外れた場所、小さな入り江の集落に何やら建設中の建物か。うわー、すごい、見てください。何ですか、カズさん、この機械は。これがあのジン専用の蒸留機になります。ここがあのクラフトジンの蒸留所を今作っています。蒸留所、なんと新しく酒造会社を立ち上げたんです。キリンの時から一緒にやっている仲間なんですけれども、3人で飛び出して早期退職をして、五島に来て蒸留所作ってます、はい。どんなおじさん3人なんすか。会社の名前は五島椿蒸留所。同じ会社に勤めていた同世代の3人で立ち上げました。同じ職場だったってことでしょ。はい、はい。まあ、あの、役割は違ってましたけどね。あ、3人であの氷結っていうチューハイをやってる時期もあったんで。お世話になりました。ありがとうございます。よく会社が話しましたね。私ももう、あの、離島でお酒作る気満々でしたから、ずっとそれ以前から。あ、以前から、はい。は、最後にやっぱりもう一度自分たちにしかできないこう酒を作ってみたいなっていう思いがちょっとあって、それがだんだんこう大きくなっていった頃に、まあ、門田君が、誘いに来て。作るのはオリジナルの蒸留酒、クラフトジン。まだ酒造の許可が下りていないため、工房を本格稼働させられていませんが、やらなければいけないことは山積みです。あまり力使わなかったですからね。こんな重い石なんて持つことなかったですよ。男3人、手作りのセカンドライフといったところでしょうか。それぞれ家族の応援を受けて単身でやってきました。新しい夢を叶える場として五島列島を選んだ理由は、もちろん風景が綺麗だとか自然が豊かみたいなことはあるんですけども、本当に歴史文化を含めて、でいろんなものがこうたくさん入ってる場所で、この場所を表現するジンを作りたいっていうふうに思えたのが本当に五島でした。
この島には住む人々が代々守ってきた信仰の歴史があります。して信じよ天地の創造主全能の父である神を信じます。祈りの島。かつてキリシタンに向けられた長く厳しい弾圧、迫害を逃れるため移り住んだ潜伏キリシタンたちは決死の覚悟でひたむきに信仰を守りました。あんまり聞き慣れんそのジンとかっていう酒を作るっていうことだったんでこんな田舎に一番不便なところを選んできてくれたことに私たちは感謝したんですよ。もうせっかくここに来てしてもらう上には成功してもらうんばね頑張ります五島の文化や歴史を表現するために目をつけたのは島に自生する椿。まあ、五島はね椿の島ですから、できればこの椿をですね、もうあらゆる方面で使っていただければね、五島の島も栄えるし、もう大変いいことだと思っております。種から絞り出される椿油、古くから島外に輸出され、長年島の人に恵みをもたらしてきました。門田さんたちが目指すお酒、それは椿のふくよかな香りを軸にした五島列島だからこそのクラフトジン。すでに試作を重ねていて、飲食業界からも熱い視線が注がれています。試飲させていただいた時はまさしく魚介料理に合うなと。ジンって結構爽やかな香りとかするんですけど、そこの中に奥深いような香りと、五島の新鮮なブリだったりカンパチとかこれからの旬のものですねに非常に合うんじゃないかなと期待しております。50歳を過ぎ、仲間と一緒に目指す夢。僕たちのやりたいことはこの場所の風景のアロマをいかにこのジンに詰めれるかっていうのが僕たちのやりたいことなので、夢に近いのかもしれないですけれど、ジンは本当に世界中の方が飲んでらっしゃるお酒なので、僕らがこの地で作ったジンを例えばヨーロッパの方たちが飲んでいただいて、その方たちが五島の風景を本当に見たいって言ってここに来てくれて、海岸で一緒に杯をこう重ねられたら、それが多分一番の僕の夢かもしれないですね。